2021、渓流釣り、開幕。魚がいない。秘密のポイントに行く。いない。マジで魚一匹泳いでいない。ここらでやってみるか。とりあえず今回は、普通の渓流の釣り方で釣ります。餌は、本物のブドウムシです。4月になったら、いろいろ試します。2021、開幕。餌がそこべったりにならないように、浮かす。魚がいない。絶対に釣れない自信がある。小魚一匹いねえぞ。第二プランに移行するか。第二プランは、穴釣りで渓流魚を釣る。去年に放流した魚が隠れているはずです。タモを用意しとく。浅い。どうする？飯にする。大根はおろして焼き魚に添えます。
大根おろしそばにはしないぞ。さて、どうする？当たり一回ないぞ。釣れる確率を2倍にする。マジで小魚一匹いない。最初のポイントに行く？この周辺では 100% 釣れない気がする。移動する。人気ポイントには赤い釣り人がおるな。どう見ても魚はいないけど、ここでやってみるか。ここは期待できそうです。タイムリミットまで2時間。なんだかんだで、毎回、渓流魚を仕留めてきましたが。今回は、マジでやばい。移動する。タイムリミットまで、30分。ここで釣りをしていた赤い釣り人が晴れやかな顔をしている。もしかしてここは釣れまくるのでは？もう ここ、すごく深いです。サンマを買って焼く？ローソンストア100なら、冷凍サンマが売ってるはずです。
うおーおー。はい、釣れました。ヤマメです。もうすぐ日が暮れる。もうやめる。塩焼きにします。今日のキッチンはここです。チポチポ。炎が出なくなるまで、待つ。もう、いいでしょう。焼きます。味塩を振りかける。手と大根を洗う。すりおろす。汁を捨てる。いただいてみます。醤油。虫がダイブしてるな。よし、オッケー。ヤマメの塩焼きは、うまい。大根おろしは、絶対にあった方が良いです。うまいうまい。締めは、骨せんべい。ウインナーも買ってこればよかったな。
リアルガチの動画なので不定期の更新になっています。ベルを押してください。ペコ、ご視聴ありがとうございました。通知オンにしてもうざくないはずです。